どうも、かぐかしゃです。今回ですね、前にちょっとね、さなぎをお見せしていたことがあったんですけど、その子たちがついに孵化したってことがあったんで、ちょっと同タイミングになったんで、動画でお届けしようと思ってるんですね。で、直近、孵化した子の様子っていうのを、まずちょっとね、挟み込みさせていただいて、この状態になったよってことからスタートしたいなと思ってます。はい、間もなくですね、孵化してきそうな色味になってきているこの子。まあ、今日、明日、まあ、今週中には孵化してくるんじゃないかなと思ってます。超激太、楽しみです。はい、昨日ね、もう孵化しそうですって言ってた極太がついに孵化をしているわけなんですが、ちょっと羽がね、重なってしまっているのがね、非常に気になるというところなんですね。これちゃんと畳むのかなというところがちょっと気になってます。羽パカになっちゃうんですかね。どうなんだろう。ピンセットとかでちょっと戻してあげたいという気さえするんですけど、じゃあ触っていいのかってとこが非常にね、微妙なとこなんですよね。ちょっとね、なんとかしたいという思いがめっちゃあるんですけど、さて、ね、どういう結果になるのか楽しみです。いやー、上の羽がね、入らないですね。このまま固まってしまうのかな。シューズとかね、してみたいなと私はありつつ、まあ、ピンセットで中に入れてあげたいなと思うんですけど、どうなんでしょうか。で、今みたいな、ね、こんな感じで羽化してきてたんですけど、ただね、どうしてもね、羽がね、しまえなかったっていう個体がいたんで、ただね、めっちゃでかいんでちょっと残念なんですけど、ちょっとね、見ていきたいなと思ってます。はい、こんな感じでね、最初はですね、まあ、色味的に見ても、まあ、どっちかっていうとね、白オレンジってこんな感じで色落ち着いてきて、ここの羽をなんとかしまいたいなと思ってたんですよ。で、ちょっとピンセットで中に入れたりとかしたんですけど、やっぱ出てきちゃったりってこともあって、なかなか難しいかというところがありますね。なんでこれだと、まあ、このまま羽が固まっていくってことに多分なるんですけど、でなっちゃうとやっぱ羽パカにどうしてもなっちゃうかなって感じなんですよね。これ見てください、これめっちゃ太ないですか。これそうですね、角太いですね。なんかさなぎの段階からだいぶ太かったですね。そうそうそう、そういう子ではあったんで、角もまっすぐだし、まあ完品であればなってところがめちゃくちゃ惜しい個体ではあるんですよね。でこうなってくると結構やっぱ落ちることって多いじゃないですか。はい、なんで、まあ、これとまあ似たような生態っていうかちょっと別でいるんでお見せもするんですけど、こんな感じでね、ちょっとやっぱ羽がこういう開けて、まあこれ羽切ってるんですけど、まあ、それがやっぱ太いってところとかもね、やっぱ出せてた個体なんですけど、まあこれでもまあここまでちゃんと羽化してからですね、落ちることなくね、まあ交渉が始まってる個体なんですけど、こうなってくればね、全然羽親とか含めてなっていけるかなって感じはするんですけど、まあそれに近しいぐらい結構やっぱね、太いんですけどね、惜しいなというところです。何回もこういうね、太い個体とかで押してくるとか見てきているんで、羽化までちゃんとしたんで、あとはもうね、この休眠期間をなんとか乗り越えてほしいといったところがあるかなって感じですね。ここのね、羽切ったりとか、まあ、マスキングで、ね、締めて閉じるとかもね、ちょっとやってみたいかなって気持ちもなんかどっかあるんですけど、ちょっとね、もう少し固まってからかなって感じもありますね。まだ動いてるんでね、また元気かなというところ含めて感じです。はい、こんな感じなんでね、これね、中入らないかな入ってほしい。ピンセットとかでね、なんとか入れてあげたいなと思ったりもするんですけど、うん、なんとか頑張りつつというところですね。ここはね、テープで閉じてこうやってすればいけたりするかなと思うんですけど、ただね、めっちゃ柔らかいですよ、ここ触るとなんで危険な感じもすっごいするんで、感じですね。めっちゃ太いので、胸郭測ると 14.3 なんで、まあまあそこまでめっちゃ極太じゃないかもしれないですけど、太さ的にはやっぱり立派な感じかなというところですね。休眠状態であんま触られたくないよって気持ちがあると思うんで、この子はこんぐらいにしておこうかなと思ってます。あ、そしてね、今日これがクワ吉ね、朝羽化してるよって言ってくれてた子なんですけど、まだね、羽をしまってる途中といえば途中なんで、多分しまってきそうな雰囲気はあるかなって感じで、これこそまさに今ほんと触れない状態なんですけど、これが羽化
て多分今日ぐらいですかね、今日の朝ぐらいに多分してきていたんだろうという子なんですけど、真っ白の時から、まあ、ちょっとこうやってオレンジ色になって、ここからさっき言った、まあ、赤黒い感じから黒で、そしてヘラクレスの、まあ、オリーブ色にどんどん変わっていくといった状態にはなるんですけど、ここだけねちゃんと入ってほしいですよね。そうですね、そこ決まれば完璧なんでって感じたので、まあ、でも綺麗に羽化してきた感じはあるのかなってところで、これはやっぱ太めですよね、太さ的にやってくれば、まあ、そういったねヘラクレス君たちってことにもなってくるので、まあ、同タイミングでこんな感じで太めのヘラクレスってとこが出てきてるので、まあ、オンラインサイトに載せていくっていうところに関してはやっぱ羽が乾いてからかなってとこがあるので、すぐすぐにはやっぱ載せれないかなって感じなんで、あと1ヶ月後ぐらいに乗るなら乗るかなって感じですね。まあ、福袋とかの企画やるときとかがもしあれば、そういったことでご掲載していってご提供ってことはあるかもしれませんけども、ちょっとね2月に今年インセクトディスカバリーが絶対あるかちょっとまだ分かんないんですよね。というところがちょっとあるのが気になるといったところですね。ちょっと動き出したんで、はい、ちょっと動き出しちゃったんで、あんまりあの状態の時にあんまり刺激したくないってところもあったんですけど、ちょっとあの状態がなかなか珍しいってこともあるので、ちょっと急遽動画回させていただいていたといった状態ではあったんですね。で、先ほど言ってたインセクトディスカバリーに関しましては、まあ、2月に絶対あるかって保証が今の段階まだないじゃないんですよね。まあ、前にお話ししてたポスターとか当日でもらえるのかなと思ってたんですけど、そこがまだなかったってこともあったんで、それ含めてかなって感じです。なんで、2月、4月、7月、9月、11月って形で、インセクトディスカバリーが年5回大阪であるんですけど、今年ですね、今年1回目が開催された SB っていうね、東京で始まったランバージャックさんが開催している、まあ、インディスみたいな大きな昆虫のねイベントってところがあって、まあ、同時開催みたいな形でブラックアウトとかも入ってたんですけど、まあ、一緒になるかわかんないんですけど、 SB が今回今年3回あるってことを言ってたんで、4月と8月とあともう1回あったんですよね。そこの部分含めてで計3回あるってことなんで、昆虫イベント大きいものだけで言っても来年に関しましては8回ぐらいあるのかなってイメージがするので、そういったことで言ってくると、まあ、昆虫が手に入る機会がどんどん増えてくるのかなってことをちょっと思ってるというところでございます。まあ、東京までちょっと私たち先日桑木とお話ししてましたけど、東京まで行くの結構ね厳しそうだなって話も言ってたじゃないですか。はい、まあ、いろいろ考えてってとこ含めてで、なんでインセクトディスカバリーだけにうちはなるかもしれませんけど、こうやって見てる方に関しましては、まあ、関東と関西どっちの方でそういったイベントに参加するのがいいのかってことを考えていただいてもいいかもしれません。他にもね、クワタとか含めて大きなね昔からあるようなカブトムシのイベントとかね、カブクワのイベントとかあったりもするんで、そういったところで見ていただくのも一つかなと思うんですけど、まあ、どんどんねカブクワ界が発達していけばいいなというふうに思っていたところでございます。はい、もう1日が過ぎましてですね、新しくねヘラクレスちっちゃい子がね羽化してきたんですけど、まあ、これ見てくればってところでねわかるんですが、昨日ですね羽閉じてほしいなってこと言ってたんですけど、結局こんな感じで羽が出ちゃってる状態ってところですね。いやー、ここになってくるともう畳まないかなっていうイメージですね。でこちらが羽化したての子にはなってくるんですけど、こういった風にもう畳む子は先畳めてしまえてるってこともあるからってところですね。いやー難しいってところにもねなってくるんですが、綺麗に羽を畳めるかどうかってところが、このね後ろの羽自体が完全に閉まる状態であったとしても、言ってしまえば後ろの羽をしまえないってことが起きちゃうってところですね。まあ、この場合は出てる羽の部分をカットしてしまうってところになるかなって感じですね。でこっちみたいにもう完全にしまえてる状態、まあちっちゃいんですけどねってところの個体に関しては、まあこのままいけばってところです。これはほっとけばもう完品になるかなってところがイメージつくんですけど、こういった風に分かれてね後ろ羽が出てしまうって子に関しましては、まあどっちかというと羽化不全ってところになるかなです。直近お見せしていたようなこっちの子に関しまして太いって言ってましたけど、この子みたいに羽がねパカってね開いてるような不全ではないので、その意味では羽化不全ではあるんですけども、
こっちの方が、まあ、生き残る率というか、不全でやっぱ落ちたいと話してた通りになるんですけど、そこの部分は回避できるんじゃないかなってところですね。いや、ヘラクレスに関しましても、すべてがやっぱ完品羽化してこないってことにもなるのか、改めてわかるというところなんですが、まあ、完品羽化でね、ショップとかですね、他の店舗さんとか含めて並んでるの見れば、まあ、ちゃんと羽化してくれたことが本当に素晴らしいことだなってことを改めて思うってところです。太かったりするとやっぱ羽化不全起きやすかったりもするので、その辺もあるのかなってところです。そのね、カブトムシクワガタの動画今後もお届けしていければと思ってますんで、チャンネル登録まだの方、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またですね、いいねだってコメントもいただければ、私たち制作よくなりまして励みになっても嬉しいです。それでは引き続き動画の方、ご視聴よろしくお願いいたします。それでは。